皆さんこんにちは、ジェーンです。今日は60センチ水槽の掃除をしたいのですが、植物が邪魔すぎてできません。移動させて掃除をしていきたいと思います。よろしくお願いします。掃除前はこんな感じ。ガラスパイプも汚いですね。さて、ガラス面に苔がいっぱいついているのがお分かりになりますでしょうか。これをスクレーパーで落としていきます。今回は魚たちの様子も見たかったので、苔が剥がれ落ちるところをスローモーションにしてみました。一つ明らかなのは、魚たちは警戒心がなさすぎるということですね。スクレーパーにめっちゃ近づいてきます。警戒心がないですね。苔は非常によく取れます。使ってるのは ADA のプロレーザー M サイズ。先日刃こぼれしたので変えたばっかりなんですけれども、このプロレーザーに引き込まれるように魚たちが寄ってくるので、ちょっと扱いが怖くて、実際スローにしか動かせてないんですよね。その上スローモーションに加工してるので、これかなり作業が遅い人みたいですよね。スクレーパーは持ち上げる際ガラス面から離すのがいいそうなので、一応そうしてますが、魚たちが割り込んでくるんですよね。危ないっていうね感じですけれども、苔が剥がれていく様子わかりますでしょうか。わざわざあえて寄ってきているとしか思えないんですけれども、ご飯だと思ってるんですかね。時間的に でもこうしてゆっくりと動いている魚の様子を見れるのもまたね、いつもと違って悪くないですね。ピンボケしてますけどね。ではしばらくこのスローモーションの苔取り作業をご覧ください。お楽しみください。いや、楽しめないかもしれないけど、なんとなく魚たちを見ていただけるととても嬉しいです。はい、はい、コケコケだった水槽面、ガラス面がかなりクリアになりました。プロレーザーのおかげです。これで見栄えがだいぶ変わりますからね。はい、こちらバリスネリア、成長が著しく枯れていく葉もちょこちょこ出てきます。枯れると黄色くなるので、ちょっと水系がぼやけてしまいます。なので黄色い葉は抜いていきます。アヌビアス7やプチなども苔
けたやつはトリムしたので水上を浮遊しております。汚れていたガラスリリーパイプも ADA のスプリングウォッシャー L サイズで綺麗になりました。浄水器から取ったぬるま湯27度くらいです。では水槽内の水温はというと26、27ですね。同じくらいです。ここであまり温度差のある水を入れるとヒーターが稼働するので電気代が上がるような気がしております。プロホースで水を抜いております。便利ですね、プロホースね、はい、そしてさっきよりちょっと冷めてしまったぬるま湯を足していきます。これ手作業なんで結構時間かかるんですけど、そのうちホースで入れれるようになるはずです。予定では。はい、水がたくさん入りました。水草をトリムしたので遊泳空間も心なしか広くなったような気がします。どうでしょうかね。よく泳いでおります。はい、隅から隅まで泳ぐ場所になっているのでいいですね。今のとこ、この赤い魚はチェリーバルブ、何匹か入っています。水草の中でこの赤が映えてますね。とても好きな魚の一匹です。外部フィルターのエーハイムを起動させました。この辺は水槽の右側部分ですね。上から撮影してみました、右から中央の方に移動して上から見るといつもの水景が違いますね。やっぱりでお魚さんたちの姿も全然違いますけど、大概は誰か分かりますね。水槽に近づけるだけ近づいて撮ってみました。近いですね。ラスボーラ、ヘテロモルファ、ヘテロモルファブルー、トシンクルス、金銭ラスボーラ、レームテトラ、いっぱいいますね。左の方へ移動しているのですが、落としんですね。リリーパイプがあってチェリーバルブ、やっぱり綺麗ですね。その奥にいるのは落としんか。
クロラスボラ花火ですね。一瞬で逃げましたけど、また出てくるかな。いますね。いますけど取れない。いろんな種類のね熱帯魚がいる中、現在ミクロラスボラ花火は2匹います。3匹いたんですけれども、先日おそらく病気で弱って1匹死んでしまいました。悲しい。残った2匹は多分両方オスなので、これもね今映ってますけど、メスがいないのにフィンスプレッティングっていうあのダンスね、あれしてますメスいないんですけどね、まあ、若干切ないところがあるんですけれども、奥の方で流木の苔をね食べているのはレインボーシャークと呼ばれるお魚です。黒いやつですけど、黒くて長い、はい、この子です。この水槽で異色を放っている感じがするんですけど、シャークとはいえ決して乱暴者ではないです。この子はむしろ静かにね苔を食べまくってくれてます。はい、ミクロラスボラ花火です。プクプクですよね。そして鮮やかですよね。さすがギャラクシーとも呼ばれるだけあって追いつけない。カメラが全然追いつけてませんが、奥の方にも違うあの花火さんが一匹いますけどね。はい、さてさて、前回と今回アフレコスタイルでお届けしたナチュラリウムタイムス、いかがだったでしょうか。アンケートを取らせていただきたいと言いつつ、やっぱ1回じゃ分かりにくいかなと思い、2度目の挑戦をしてみました。時期を見てアンケートフォームをコミュニティの投稿欄でアップしたいと思っておりますので、ご協力いただけると嬉しいです。コミュニティの投稿欄っていうのは、チャンネル登録がお済みの方はタイムライン上で確認できます。チャンネル登録がまだの方はぜひ。ほぼ毎日その日のアクアやその日の癒しを写真とともに、何ともないメッセージですがメッセージを添えて更新しております。動画のアップデートの予定などもその投稿でしておりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで見ていただき本当にありがとうございました。 See you guys in the next video. Ciao. Bye bye.